坂出市民ホール前に置かれた、万章達夫の共造、万章達夫9月15日から1989年4月16日は、日本の地方政治家。香川県坂出市長に四選され、四期目の在職中に死去した。1916年、当時の坂出町中央町に生まれる。名古屋高等工業学校卒業後、1948年に、 坂井出市役所に入り、建設課長などを経て、1967年には、助役となった。建設課長在任時には、坂井出人工土地の開発に関わり、新たな土地買収策を編み出した。この事業には、1966年度の日本都市計画学会石川賞が贈られ、万世も受賞者の一人となった。市長としては、瀬戸大橋の着工から開通まで、 地元自治体として関わり続けたほか、万の州林海工業団地への企業誘致に尽力した。しかし、市長4期目在職中の1989年4月16日に死去。同月中に15位、君4等局実賞受賞が追贈され、堺出市からは名誉市民の称号が贈られた。1991年。 坂出人口土地の開発地の一宮を占める坂出市民ホール前の広場に万象達夫市長の共造が設置された。ありがとうございます。